黒岩雄二、黒岩雄二、黒岩祐二、1954年9月26日隊は日本の政治家で元ニュースキャスターである。2011年4月から神奈川県知事である。1980年、昭和55年4月から2009年、平成21年9月までフジテレビジョンで報道記者、番組ディレクター、キャスターなどを務め、 同年10月から2011年、平成23年3月まで国際医療福祉、大大学院教授、早稲田大学大学院公共経営研究科講師、非常勤を務めた。2018年、平成30年7月から北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の会長に就任。所属事務所は黒岩裕治事務所。血液型は O 型。 神戸市出身、足屋市立制度小学校、良中学校、高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部政治学科に入学。在学中は、郵弁会とミュージカル研究会に所属。ラサール石井と一緒の舞台に立って歌い踊った。同大卒業後の1980年4月に、フジテレビジョンへ入社する。がいた。入社前は、 ピンポンパンのような子供の夢を育てる音楽賞を担当したいと考えていたが、営業に配属となる。当時、視聴率が低迷して、スポット CM が全く売れなかったため、イベント制作をおまけにつけることになり、土日はイベントに借り出された。3年後、全く考えてもいなかった報道に異動となり記者となる。その際、希望を聞かれるたびには懲りずに制作と書いた。 1987年、昭和62年、報道に骨を埋めようと決心したにもかかわらず、制作に異動となる。なんてったって、好奇心のディレクターを務め、やっと長年の希望が叶ったと思っていたら、その8ヶ月後、再び報道への異動が下る。さすがに頭に来たが、何でも好きにやっていいとの条件が示されたため、異動を受諾した。1988年、 昭和63年4月から FNN スーパータイムの休日アンカーマンに起用。小田太子とコンビを組む。報道記者やディレクターの経験から自身が特集を企画して取材や編集した救急医療、ヤンペーン。救急医療にメスが1989年、平成元年1月から2年間放送される。1991年、平成3年4月から 報道記者へ転じた、上田昭雄に代わり、平日のアンカーマンとなり安藤優子とコンビをむ。1992年、平成4年4月から1997年、平成9年3月まで、報道2001でキャスター。その後、ワシントン特派員を挟み、1999年、平成11年3月帰国。帰国後、FNN スーパーニュース、報道2001。 新報道2001等でキャスターコメンテーターを務める。そうした中、取材で世話になっていた勢六家国際病院理事長の日野原茂明から、葉っぱのフレディのミュージカルをやりませんかと相談され、プロデューサーを担う。2009年、平成21年9月に新報道2001を降板して、同月30日に富士テレビを退職。10月から、 国際医療福祉大学大学院教授に着任して、医療、福祉に関する実践的メディア論、医療、福祉関する報道の検証、メッセージ力の高め方等を研究する。2011年、平成23年3月16日、8日後に告示される神奈川県知事選挙、第17回統一地方選挙に無所属で出馬する意向を表明し、 参戦出馬が有力視されていた現職の松沢成文が同じ統一地方選挙で実施される東京都知事選挙への出馬を3月1日に表明したことから黒岩の出馬表明が告示日直前になった。選挙は自民、民主、公明の三党権連を相乗りして事実上を追る与党体制で支援され、他に前、改正庁長で みんなの党と神奈川ネットワーク運動が推薦する、つ木純一や日本共産党の候補者らが出馬する、投票総数55.5%相当の172万8862票を獲得して初当選した。4月23日、正式に神奈川県知事に就任した。2015年、平成27年4月12日、第18回統一地方選挙にて、 神奈川県知事に再選される。2019年平成31年2月6日、横浜市内で記者会見を開き、4月の知事選への立候補することを表明し、4月7日投開票の知事選で参戦を果たした。2011年平成23年5月17日、放射性物質で汚染された廃棄物処理は別の扱いとなっており、 受け入れの対象ではないと強調しつつも、県を挙げて、被災地の復興を支援したいと思います。と、日本大震災で発生した瓦礫などを、神奈川環境整備センターで受け入れる旨を表すも、同年11月9日の会見で、どうぞ、とすぐにも言いたい気持ちですが、現実的にはなかなかそうもいかない、というのが正直なところだと、広域処理の協力に慎重な姿勢を表し、2012年、 平成24年12月26日に漁網の受け入れについて被災地の声は漁網、瓦礫の処理を手伝ってほしいということ、救いたい気持ちに変わりはありませんと述べる。後に南足柄市と箱根町が災害廃棄物の漁網受け入れを表して2013年月31日に合意書を取り交わし岩手県広野町から神奈川県が受諾した漁網を南足柄市と 箱根町が処理し、同年12月12日に受け入れを終了している。2011年、平成23年、東日本大震災による原発事故後に実施される4月の神奈川県知事選挙で、反原発ではなく、脱原発を掲げ、県内住宅施設への太陽光、発電パネル普及政策として、島で200枚個分の太陽光パネルを自己負担なしで、 設置を公約として当選するも、当選後の10月に公約を忘れて欲しいと思いますと撤回した。再生可能エネルギーについて2030年度段階で再生可能エネルギーなどの分散型電源の割合を45%まで引き上げることを目指している。2011年、平成23年6月1日に新知事となった黒岩は、 拉致の記述ごと教科書から削除されていたが、朝鮮学校側が副教材で補足すると県側に約束したためとして、神奈川県から今年度も例年通り、神奈川朝鮮学園に対する補助金約6300万円を支給する方針を表明した。朝鮮総連からも教材を検討するとは、当該学校から受けているが、双方が歩み寄るのは、 良いことだと評価された。2016年、平成28年4月から8月分、県内朝鮮学校への補助金を北朝鮮による日本人立ち問題の教科書記述により、神奈川県からの補助金、約2100万円の支給を留保し始めた。朝鮮学校を運営する学校法人、神奈川朝鮮学園が、 拉致問題を記述した教科書を2016年以内に作成すると言っていたが不可能になったと返答された。それを受けて前年から約2100万円の支給を留保していた黒岩知事は拉致問題を明記した教科書に改定することが補助金支給の前提として平成29年度2017年には朝鮮学校へのお金を当初予算案へ計上する。 ことも初めて見送った。北朝鮮による日本人拉致問題の教科書記述をめぐり、神奈川県が昨年4から8月分の朝鮮学校の学費補助金約2100万円の支給を留保している問題で、黒岩雄治知事は29日の定例会見で学校側から連絡がないことを明らかにした上で、拉致問題を記載した教科書が出てきても、 内容の確認には一定の時間がかかる。今年度中に学費補助金の交付を決定するのは不可能と言わざるを得ないと述べた。就任以来、未病対策に取り組んでおり、未病が国の健康・医療戦略に記載された。また、大井第一生命館、ビルアート地を再開発した未病をテーマにした施設、ビオトピアがオープンし、 当初の予定目標より多い来客数を記録している。企業誘致に積極的に取り組んでおり、その施策は、セレクト100と名付け、企業100社の誘致を目標に行ってきたが、2018年、平成30年11月には、その目標を達成した。セレクト100の目標は達成したが、100件の目標達成に満足することなく、先頭に立って、 県内への企業誘致に取り組んでいくと語ったビッグレスキュー神奈川、神奈川シェイクアウトを実施している。この二つの訓練は毎年開催されているが、ビッグレスキュー神奈川に関しては毎年異なる市町村と実践的訓練を行っている。県は2018年平成30年4月から私立高校の修学支援策を拡大し、 年収約590万円未満の世帯を対象に、授業料の実質無償化に踏み切った。このことについて、国が出口を決めてくれたことで、今回一つの目玉として踏み込んで立案したと述べた。横浜、鎌倉、箱根に次ぐ、第四の観光の核となる都市づくりを進めており、城ヶ島、三崎、大山、大井その三つを構想地域にしている。 平成4年度以降、基礎的財政収支が赤字であった神奈川県の財政だが、知事就任後の平成26年には、基礎的財政収支の黒字を達成。以後、平成31年度予算までの6年連続の黒字化を達成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。